こんばんばは、秋田ノーザンハピネッツ背番号16番伊藤隆ですアシスタントコーチの前田健二郎ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますや<っ> <laughs> 前回ファンクラブクラブハピネッツの公約実行で実施したラジオが好評だったということで第2回が実現しましたありがとうございますありがとうございます2700回超えたみたいですね YouTube での再生回数がおこれは多いのかな これ結構多いんですよね多い方、2700でお<ー>おーありがとうございますありがとうございますだからまあ, 2>, あま2回目も実現したってことですかねはい、はい、じゃあってことでですね2回目ってことでなんと FM 秋田さんがねスタジオスタジオをお貸しいただいて、はい、今そこから、えー、お送りしていますありがとうございますありがとうございますこんな綺麗なスタジオでもう、はい、ポスターびっしり貼って 今歴代のたくさんの素晴らしいアーティストの皆さんが有名どころ来てるよ、はい、これ、秋田、来てるもんですね、はい、が来てるもんですねって、すごい失礼だ、うん、そんな方々がここでに座ってる、たぶん、あれですよね、同じ空間で、こうやって2人でラジオしてるっていう、はい、<laughs> 自分たちはそのラジオ風動画を撮ってると。<laughs> ほんと申し訳ないですねすいません本当に申し訳ないですありがとうございますもう本当,本当にありがとうございますありがとうございますはいで今回も普通の歌よりいわゆる普通の歌についてあでもないこうでもないと話していくみたいですいやー前回盛り上がりすぎてしまったのであのラジオ局の方にもね迷惑かけてしまったので長い尺を取らせてしまったので今回はあのサクッと 行っていきましょうか。そうですね。まあ,あたくさんお便り来ててるんですけど、何個もピックアップして、<う>はい。数え切れないぐらい来たらしいですよお便り。本当にありがたいですね。百通以上来たらしいです。本当に。その中からピックアップして、はい、厳選して、はい行きたいと思います。やっていきます。じゃあ早速読んでいきます。はい、秋田にお住まい十代男性ラジオネーム地球が百回回った時さん。高橋選手、健次郎アシスタントコーチこんばんは。こんばんは。 お二人は右側の顔か左側の顔どちらに自信がありますか一生のでお答えくださいということです大丈夫ですかはい大丈夫です <laughs> も,うもう決まってるんでもう決まってる、はい、全然決まってねえわ考えたこともねえわこんなんも,もうすぐっすよもうある方かない方かなんで検事のの方ねはいじゃあ行くよせーの左右,右です右右っす、ね、なぜ がないからですなほうとあるほうないほうとあるほうはいなんで右はないんでほくろ嫌なほくろはそうっすねちょっとでかすぎるっすよねそれはいチャームポイントで可愛いけどねいやまあちょっとだったらいいっすけどねでかすぎる結構厚めっすか厚いし黒いしんならもう目に入りそうじゃないそれそうっすね目に入ってきそうっすけどね視界遮られないの 視界は遮られないですねさっがスやってたじゃんずっとはい現役の時に左向く時とかさちょっとチラッとね顔出してきた顔出す時はあるっすけどそりゃあねでも思うのが目の細さよりできんじゃないかってたまに思うんすよね鏡見えてだから右なんですけどなるほどだから右なんですけどねなるほどね 考えたことないな右左なんか考えたことないですかど,どっちはいいやなんか自分みたいな特徴ないじゃないですか <laughs> <い> <laughs> 特徴ない顔とか言うなよ右,右と左で変わんないんでなんで左ってなるんだろうなんでなんですか知らん次行こうはい次行きますか <laughs> <laughs> じゃあ えー、実家にお住まい20代女性ラジオネームサザエさん高瀬さん玄城さんこんにちはおまわ、えー、いつも楽しいお話をありがとうございます寒くなってきたと思ったらもうすぐ今年も終わりですねコロナもあって今年はあっという間でした気がつけば年末大晦日か正月です社会人になってからいとこの子供たちにお年玉をあげてるんですが何円くらいあげるのがいいのか毎年悩みますはい 高校生だと普通はいくらなのか兄弟はどれくらい差をつければいいのか自分がもらっていた時のことを考えるとちょっと奮発してかっこいい人大人ぶりたい気持ちもありますよねはいはいはいポチ袋の販売が始まってそういえばと思いましたなるほどはい高橋さん健次さんの意見を教えてくださいとのことですねどうですかねいくらいくらだこれいくらっすかね渡してるっすか渡してる ちっちゃいめいっ子とかおいっ子に渡してるね直接渡せるっすかいやもうお願いしてそうっすよねそ<う>難しいっすもんか、ね、しおじちゃんからだよってそうっすよねええー、いくらわかんない3000とかじゃない2歳3歳4歳ぐらい、うん、そうっすよねいくらもらってえっていうかさ中学校とか小学校の時さお正月ってむちゃくちゃイベントじゃなかった めっちゃイベントっすよあれさ正月ってどんだけ時間かけても親戚の家めちゃくちゃ回りたかったでしょうちでも集まってたんですよ自然にあそうなんだ自然にあの親戚が集まる家だったんで、うん、もうかき集めなくてもらえたって感じですね <laughs> <laughs> なんでもううふわふわでしたねじゃぶじゃぶだもんはいで結構親戚が多かったんであいいね もうすごくあのー、結構もらったっすね俺なんかもうお父さんとお母さんに次どこ行くのってあそこ行こうよってめちゃくちゃ言ってたから <laughs> <laughs> あのおばちゃん家行こうよってアパート経営してるからって <laughs> それいいっすねそう言ってたわええ<ー>回収されるからねあれ親に小学校のとか中学校のとか、はい、ああそうっすねそうっすね確かに、うん、であんたのそのね 将来のための銀行に入れてるからって言うけどさ本当かわかんないけど嘘だ今思えば絶対そうっすよね絶対入れてるわ自分のにはいなんでいくらいくらっすかね高校とかでも1万もらったらめっちゃ嬉しかったけどな大体1万じゃないですかやっぱそんなもんかそんなもんだね中学校5000とかそういや1万ずっと1万だって記憶があるんですよねで回収されてたんでああそっかでも1枚しか入ってなかった記憶しかないんですよ あなるほどねだから逆に分厚めのやつ少ない説あるので<あ>確かになんで1万だった覚えはありますねああるあるああるわあったあったはい一万円いくらぐらい入れるんだろうねこのサザエさん、うん、そうす、ね、何歳ぐらいにかによるなサザエさんはでも結構入れれるんじゃないですかねサザエさんはサザエさん <laughs>、うん、兄弟でどれくらい差をつければいいか 兄弟さつけるんすかねつけられてたなマジっすか俺はちょっとねちょっとだけちょっとだけつけれたなんか兄ちゃんめっちゃすもろそ <laughs> いや絶対一緒の方がいいっすよねうん一緒の方がいいかなと思いますこれははいなので,で<も>まあ1万で <laughs> 1万円ね <laughs>、はい、幼稚園児もはいもう全員1万円で全員1万円らしいです、はい で親は、まあ、あのちゃんと回収せず好きに使わせてあげてくださいそうですねそれが一番いいですよ本当に。はに、い、ちっちゃい頃でそれが1年間の楽しみでもあったからねはい、はい、えー、秋田市にお住まい20代女性ラジオネームパラパラさん高瀬さん健次郎さんこんばんは,はお二人と同年代のものです最近<お>子どもの頃に見ていた漫画やアニメの 続編とととかかあれから何年後というのが出てきたなぁと感じます私はいつも最終回のその後を予想妄想してワクワクするタイプなので「ああこう来たかこことここがくっつくのね」と楽しんでる見ているのですが謎のままが良かったのに世界観を壊されたと思う人もいるみたいで2人は続編に賛成派反対派どっちですかということで答えきてます。 うーん <laughs> うんですねこれは <laughs> うーんあでも、はい、まああのねバスケの漫画で有名といえば「まあスラムダンクあるじゃないですか、はい、あれから何年後俺めちゃくちゃ見たい、はい、ああそれはあるっすねあの実業団行ってとかさ、はい、誰々がどこ行ったとかはむちゃくちゃ見たいいやほんとそうっすねあれはほんと見たいっすねあれは見たいな あれ井上先生がなんか黒板に書いたやつって知ってますかああ見たことあるあれは井上先生が書いたんですよねじゃないのあれはどこにあるんですかね知らないです誰も多分知らないですちょっと見てみたあまあそういうことっすよねそういうことですよね続編とか気になるっていうのここがくっつくのね」とかあれか少女漫画とか恋愛系かなそうっすね恋愛漫画とか見る 漫画見ないっすね少女漫画とか少女漫画はでも見てたことあるっすねえ何読んでたのあの7あっね7は読んだっす俺もちょっと見てた見てた見てた7は7は読んでたっすねかわいい7かい可愛い可愛いねあの映画になったやつもね見た見たっすあれ誰でしたっけ出てたのえっとあの人 中島美嘉中島美嘉そうそう中島美嘉綺麗でねはいいそうなんですよ可愛いね他にそうですね続編何漫画が好き漫画でいいのかなこれはアニメ漫画何見てる今ですかうん今でも昔でも見てたの まあさっきの話じゃないですけど「スラムダンク見てましたしあとアニメまあコナンとか見てるっすよねああコナンはいコナンえあれってもう完結してんのまだしてないっすねあれすごいねあれまあ相当稼いでるっすよ <laughs> <laughs> すぐお金の話はするな <laughs> お前は <laughs> あれこっち亀式に短,短編ごとに通過してるだけなんで <laughs> なるほどね、はい、ああコナンかコナン気になるっすマジで気になるっすあれ 誰があの本当の黒幕なのかまだあのバレてないっていうかその明らかになってないなってないですええこんだけ長くやっててはいだってあれもう小学校とかでしょ俺らがそうそうっすすごいね25年とか30年やってるんじゃないですかそりゃ稼いでるわ稼いでるっす稼いでんなはいあれマジで気になるっすコナンコナン見ないな見ないっすかコナン見ない映画も見ない 見ないあれは見ない何見るんすかアニメ漫画でも漫画あでも最近あれかな「進撃の巨人」とかそれこそ「鬼滅の刃」とか「鬼滅の刃」ね見てねはいかわいい「鬼滅の刃」は一番かわいいわかんないですよね何が「鬼滅の刃」わかんないってどういうこと見たことないですあ見たことないのあれ見てください本当ですかうん面白いですよあれはへえ 見ればわかるあ、本当とっすか何がどうこうって今言われたら言えないけど映画やってるっすもんね最近のやってるやってるあれすごいらしいねめっちゃ興行収入だらしいっすねまたお金の話世界せ世界最速でしたっけよくわかんないけどあのものすごいお金らしいあ、本当とっすかあこれはあれっすね五所のイオンに行けってことっすねね、時間があればはいまあねこれ賛成派反対派いろいろありますよまあ 要は漫画によるってことですね <laughs> まとめると総じて漫画によりますということで、はい、じゃあ続いて続いて秋田県秋田市にお住まい30代男性ラジオネームこんぶれさん高橋さん健次さんこんばんはこんばんは突然ですが日本の家庭ではどうして金魚が普及したと思いますか <laughs> <laughs> すごいお便りっすね <laughs> メダカの学校という歌を小さい頃歌いましたが金魚の学校というのはありませんでした,した、ね、確かに金魚の学校ない、ね、なぜこんなに普及したとお考えでしょうか是非教えてくださいとのことですね考えたことありませんこんなことはいやほんとっすね「メダカの学校ね」ね歌ってたね歌ってたっすね金魚の学校というのはありませんでした <laughs> 金魚っていうのがこの何ていうんですか頭の中に入ってきたのがもう何年何十年ぶりじゃないですか確かに金魚っていうワードなんて言わないっすよね言わないし今飼ってる人ってあんま見なくないまあそもそも人んち行ったりして、まあ、全然しないんだけどさあんまりやっぱりまあ見ないっすね見ないなはい金魚すくいはねあれで見ますけど祭りとかでお祭りよく行ってた 祭り行ってましたね金魚すくいしてたしてたっすけど下手でしたね俺もすぐ破れるあれ無理、うん、あれはね全然だったあれ絶対破れやすいようになってんすよねなのかなあれは、はい、あの薄い皮であの薄い皮でな <laughs> 俺あれしててあの薄い皮の下に4本手入れてこうやってバッってやってたあのおじちゃんが横見てる時とかこうすんげえやってた わかるでしょであとあの普通に左左右どっちもいいんだけどさ持ってる入れる金魚をそこにすくい入れるあれもあのもうザバッてやってたあとあれいないですか何金魚いる水槽の上に白い発泡スチロールのやつですよねあそう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 あれに水ちょっと入れるじゃないですか浮かしてるじゃないですかこれ取ってるふりして左手の器をちょっと 入れちょっと入れてたああやってたやってたやってたわですよねちっちゃい頃ってそんなね思いつくもんねやっぱやってたんだはいそういう思い出しかないっすよね金魚って金魚はな金魚はそうだねとすぐあれっすよねダメになるっすよね金魚って本当ちゃんとやってあげないとああ滅されちゃうはいでもうちあれっすカメいるんっすよカメ 何がかメ、あのー、ガラパゴス何か分かんないですけどホ <laughs> <laughs> 本当に出店とかに,にいるあのちっちゃいカメが緑緑ガメかな分かんないけどめっちゃでかくなって、えー、まだ生きてるんですけど何年前それえもうあれですよ小さい時なんでも25年かすごいねで生きててカメって何あげのあの食べ物餌あるんですよ カメのえ俺でもそういうの買ったことなくてさペットペット系でかすぎてうんもうこんこれぐらいですよ A4 サイズぐらいマジであのちっちゃいのが A4 ぐらいになるってことすごだから実家で今あの動くスーツケース分かるっすかローラーついてる動くスーツケーススーツケースじゃないのキャリーじゃないっすねあのあれっすわ 水槽動く服入れる服とか衣装ケースそうですそうです衣装ケース衣装ケースに入れてるんです衣装ケースに入れてんのはい実家なんででかすぎてあ入んないってことねはいでも金魚飼ってる人は勝手なイメージね本当に勝手なイメージこれはあのいい家なイメージがあるわかるす金持ちなんですよねそうで飼ってたんでしょ自分っすかうん いや買ってましたけど。じゃもうすぐにあるな宅配が。いやあれはいいんすけどね。毎日あるって。いやでも買ってるし。でもこっからやっぱもっと稼ぎたいですよね。ああパパを超えると。はい。いいじゃん。でテスラ買ってテスラ買って。はい。ブイブイはして。はい。やだななんかそんな現状見たくない俺。金でなんか物言わしてる。 はーい、なんでまあ金魚,金魚はまあ金のなる魚ってことっすね要は金魚買おうかなお金ないからいいんじゃないですか金魚金魚欲しいなはい金魚金魚待ってますそうっすねそうっすねってなんだよ <laughs> <laughs> もういいっすかねはいこんな感じでですかねはい、はい、お便りありがとうございましたはい もうそろそろお別れの時間となりました。ラジオどうでしょうか。いや、楽しかったですね。楽しかったです。またね。はい、あのう、ー、ああだこだ言って。<の>二人で適当にやってるラジオ。聞いてくださる皆さんもいるのでね。はい、どうなんですかね。これは本当。いろいろ。もっとお便り欲しいですね。そうですね。あの,ー、あの質問じゃなくて、はい、こうしてほしい、ああしてほしいっていうのもあれば。はい、あのう、ー。宛先ファンクラブアットノーザハイフィ アピネスドットコムの方に。送ってください。はい。お願いします。ぜひ本当に。真面目なことから。ふざけたことまでお願いします。恋愛相談まで。はい。しますん。えー、はい。またじゃ、あお会いできる。でしょうか。できます。またやりましょう。はい、やりましょう。ぜひ。はい。秋田のザンピネッツ、背番号十六番伊藤隆と。アシスタントコーチの前田健次郎がお送りしました。バイバイ。バイバーイ。